私のお金。ビビ様、ペル様の件はお聞き及びでしょうか。え、ペルがどうかしたの？実は独自の調査で事件に迫っておられたのです。船が乗り上げる事件の後、真っ先には、もっともペル様も深手を負い、今はちペル、ペル様が止めなければどれほどの死傷者が。以上の次第、差し出がましいようですが。ええ、ありがとう、よく知らせてくれました。待てよビビ、何するつもりだ。もう放っておけないの。何としても反乱軍を止めるわ。もうバロックワークスの好きにはさせない。1分、いえ1秒だって無駄にできない。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。甘いんじゃねえのか。七部会の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、今さらお前一人で止められると思ってるのか。それの何がいけないの？命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの？今さらお前なんかの命一個で賭け足りるもんか。じゃあ一体何を賭けたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。みんな、もう一度だ。何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやる。また仲間のため？よほど大切にしているものなのね。とても大きな町。私たち、これからあそこに行くの？そう、あれがアラバスタの首都、アルバーナよ。どんなところなの？いい町よ、活気があって。でも今は、そんな町が戦場と化している。行くぞ、ビビ！ワニの奴から、お前の国を取り返すぞ！ええ。おい、あそこ見ろ！海兵がたくさんいるぞ。あいつらなんだ。さあ、上からアルバーナの周辺。まずは通してもらえるよ。ビビのことなら海軍も。ほら野郎ども、海軍のとこまでビビちゃんを護衛するぞ。おう、近くまでは俺たちも一緒に行くぞ。うん、みんなありがとう。レディーには指一本触れさせぬ。サンダーボルト連発。砂漠に長いなんてしたくないわね。さっさと目的を済ませて涼しいとこに避難しましょう。
王軍が取り囲んでいるあの通りで、ひょっとして反乱軍のか。ええ、おそらく。それじゃあ海兵と話をつけてくるわ。おう、任せた。お疲れ様です、海軍の皆さん。あなた、驚いたな。あら、王女様がなぜこの…アルバーナに急用がある。なんだと。ここはご無礼と承知で、我々の尋問を受けていただけますかな。何ですか、やめてください。おいおい、何やら揉め始めたぞ。ビビちゃんのピンチだ。ルフィ、やってやろうじゃない。いくわよ、サイクロンテンポ。任せろ。ゴムゴムのブレッド。刀がうずき、竜巻。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺に任せろ。いい勝負だった。おい待てよ。本当だ、どこに行ったんだ。あれ、あいつらの腕にも。あの海兵はバロックワークスだったの。海軍に化けてビビが。そのあたりはあいつ。おぞルフィ。みんなビビのところへ急ぐわよ。バロックワークスの連中、許さぬ。こっちだ、急ぐぞお前ら。あ、ヨイサーだ。あいつらはわざわざ道を塞いでいきやがったな。関係ねえ、全部ぶっ壊す。私の出番ね。見ろ、砦だ。ビビちゃん、今助けに行くからな。あんたたち、こいつらはこんなところまで。お、見ろよ、あの紋章、バロックワークスのじゃねえか。どうやら。そういうことならさっさと締め上げて、ビビちゃんの行方を聞き出そうぜ。ナミさん、俺の方はいつでもいいぞ。サンダーボルト、テンポ。くそ、熱い。こんな砂漠に。さすがは。だが一足遅かったな、ビビ王女は。すでにもう宮殿にいる社長のもとに着いた頃だろうぜ。無駄骨だったな。バロックワークスが社長って呼ぶなら
クロコダイルのことかな。そうだろうな。ビビを助けるためアルバーナに急がねえと。海軍の検問に切り込むか。少し骨は折れるがなかなか面白そうだ。よし行こう。私の出番ね。またはしごだ。これどこにつながってんのかな。アルバーナに急ぐわよ。頼む、海軍の検問なくなっててくれ。諦めろウソップ、連中がそう簡単にいなくなるかよ。本当にあそこに突っ込むの？おう、みんな行くぞ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。サンダーボルト点火。よし、このまま突っ切るぞ。随分と部下どもを可愛がってくれたな。言われろ。うわっ、ケムリンじゃねえか。まさかここに殴り込んでくるとはな。海賊風情が何を血迷ったか知らねえが、残スモーカーさん、全力で行くぞ。どけよビビ。それは海賊の言葉だ。信じるな。それに俺たちの目的は、この国のたどる結末に
俺たちがどう関わるのか。わかりました、スモーカーさん。ここで麦わらの一味を全員捕まえましょう。刀がうずく。サンダーボルト、テンポ！疲れた。煙のやつ、やっぱ強えな。た、舐めたこと言ってると下ろすぞ、クソ剣士。てめえにゃか。待ちやがれ、麦わら。なんだよ、しつこすぎるぞ、ケムリン。構うな、ルフィ。今はアルバーナに向かうことが先決だ。パラ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 。どうした？例の偽国王事件で暴れていた連中が再び集まってきました。そんなもん、てめえらで片付けろ。それが、麦わらの一味を逮捕するため、ラノハナからも海兵を送ってしまい、数が足りないのです。スモーカーさん。ラノハナだ。急ぐぞ。どこだ？多分王宮よ。俺たちがたどり着いて。そうだ、今回はルフィが。うさんくせえ奴らがうろついてやがる。少なくとも普通の市民じゃなさそうね。